愛良市の保育園で生後7ヶ月の女の子がすりおろしたリンゴを食べた後、窒息状態となり死亡した事故を受け、愛良市では保育園や幼稚園などを対象にした乳幼児の救,救命講習などを実施することになりました。これは愛良市が今日の定例会見で明らかにしたものです。この事故は、今年し4月、愛良市の保育園で おやつの時間に保育士が与えたすりおろしたリンゴを食べた後に女の子が窒息状態となり先月下旬に生後7ヶ月で死亡したものです女の子の死因は何らかの食べ物を軌道に詰まらせて窒息したことが原因とみられる多臓器不全でしたまずは保育に従事している皆さんにとって 安心で安全で働くことができること、またそして保護者の皆さんがです、ね、安心して預けることができること、そういった環境をです、ね、今以上に整えることが、まあえー、できるようにするという一助になることを期待しているというところでございます。この事故を受け、姶良市ではあさって、市内のおよそ50の保育園や幼稚園などを対象にした乳幼児の救命講習を実施する予定で。 愛良市消防本部が蘇生法などを指導することにしていますこのほか離乳食などについて学ぶ専門家による保育研修の準備も進めら進めているということですまた愛良市の湯本市長は先日立ち上げた事故検証委員会で原因究明と再発防止策を講じる考えも示しました